あ、目が覚めた？気分はどう？どこか痛くない？僕のことわかる？よかった。パラレルの中間で話したことはちゃんと覚えてるみたいだね。うん、気分も悪くなさそうだ。まずは一安心だね。はい、おふざけはここまで。一応改めて言うけど、僕の名前はオリオン。もちろんちゃんと覚えてるよね。これから君の相棒になる精霊だから、くれぐれもよろしくね。さて、それじゃあまずは家族に相談してみようって話だったね。家族から君の情報を聞けば記憶なんてすぐ戻るよ。ただ問題はね、君一人暮らしみたいなんだよね。いや、君が寝てる間に家の中を見て回ったんだよ。君んちワンルームマンションみたいだね。日当たりよし、収納多し、風呂トイレ別、室内洗濯機か、築年数も割と浅め、モニター付きインターホン完備、解錠ボタンがついてるとこを見るとオートロックのマンションなのかな。セキュリティも万全ってわけだね。君って見たところ高校生か大学生くらいだと思うんだけど、問題は相談できる家族がこの場にいないってことなんだよ。単に一人暮らししてるだけなのか、天涯孤独の身の上なのかはわからないけど。ねえ、君自身はこの部屋を見てみてどう？何か思い出さない？そっか、まあそう都合よくはいかないよね。一人でパジャマ着て寝てたんだし、君の部屋だってことはほぼ確実だと思うんだけどね。とりあえず君も部屋の中を見てみてよ。引き出しの中とかさ。僕、人類のものには触れられないから、そのあたりはノーチェックなんだよね。僕が見て分かったのは、君が一人暮らしだってことと、今が8月らしいってことくらいかな。ほら、カレンダーが8月になってるでしょ。その割には快適な温度だけど。ということで、まずは自由に探してみてよ。筆記用具に便箋、封筒。ああ、君がどういう人なのかが分かるようなものは全然入ってないや。雑貨入れだね。特に見るべきものはないかな。お、奥に何かある。なんだろうこれって、ただの少女漫画じゃない。こんなのいちいち隠さないでよ。アルバムらしいものはないか。写真があれば有力な記憶のトリガーになりそうなのにな。他に置いてあるのは難しそうな本ばっかりだね。基礎心理学、臨床心理の現在。君って心理学の勉強をしてたのかな。さっきまで君が寝てたベッドだね。ついさっきまで寝てたはずなのにこんなに綺麗。そういえば君、起き上がるなり自然にベッドメイクしてたよね。君、エアコンつけっぱなしで寝てたんだね。それでこんなに快適な温度なんだ。納得納得。学校のレポートでもやってたのかな。あ、手帳らしいものがあるね。これは後でよくチェックしないと。お菓子の空箱が捨ててあるくらいだね。随分と季節感を無視した帽子がかけてあるんだけど、初
8月なんだから、もうちょっと涼しげな帽子でもいいと思うよ、僕は。あ、学生証があった。よし、これだけで随分いろんなことがわかるぞ。やっぱり君の名前は君が自分で思い出した通りの名前だったみたいだね。それから君は大学生みたいだ。心理学科の1年生。学校の住所も書いてある。これならちゃんと学校には行けそうだね。ん、でも待てよ、今は8月なんだよね。それだと大学は夏休みじゃない？大学の夏休み期間なんてよく知ってるなって。ふふん、僕こう見えても人類の常識には結構詳しいんだ。あれ、ってことはラッキー、これで今月中は猶予ができたね。大学が始まって雑多な人類の思惑や欲望にさらされる前に記憶を取り戻せるかも。たくさんの人に会えば会うほど記憶を取り戻す可能性は高まるけど、騙される可能性も高くなるからね。夏休み中で自由な時間があるのはすごく運がいいよ。今月いっぱいを目標に頑張ろう。僕も精一杯協力するよ。頑張っていこう。それじゃあ、あ、携帯発見。これ、最高の情報源。中身をチェックしてみよう。メールや通話の履歴を見れば何か思い出せるかもしれないよ。お母さんとか親友とか疑う余地なくはっきりきっぱり書いてないかな。は、早速情報発見。今日は8月1日みたいだね。ほら、ディスプレイに表示されてる。やったね、夏休み丸々1ヶ月余裕がある。それじゃあアドレス帳を見てみようよ。家族っぽい人の番号がないか調べてみよう。それがダメならメールの履歴で仲の良さそうな人を探して。メールの履歴は、沢、一輝、峰、健人、峰、新、理科、沢、峰、トーマ、新、新、健人、理科、一輝、沢、一輝、父、沢、新、健人、沢って多いっつの。しかもまんべんなくいろんな人とメールやり取りしてるし。けどそりゃそうだよね、普通このくらいメールやり取りあるよね。ぼっち系の子じゃなければ。君が友達いないタイプでアドレスに一人しか入ってないとかだったら楽だったんだけどな。この中から一番信用できる人を選ぶのって結構大変かも。ちなみに君のパパっぽい人からもメールあったけど、そこに連絡するのはなしね。家族がいることの確認ができたのは良かったけど、とりあえずそっちは今は触れない方向で。理由はカクカクしかじかだから。分かった？分かんないよね。そうだよね、あれで分かられたらどんな理解力だよって話だし。本当に？合ってるよ。けどなんか気持ち悪い。なんで知ってるの君。まあでも一応説明しとくけど、君のご
家族が妙な心配して病院連れてってそのまま病院に拘束とかになったら困るからだよ。そんな刺激がない環境じゃ記憶回復のトリガーもないからね。とにかく記憶喪失がバレると君にとってプラスになることはないと思うんだ。もしたとえバラすにしてもよっぽど信用できる相手じゃないとね。でだ、このままここで閉じこもっててもどうしようもないから何か行動を起こしたいんだけど、無策のまま外に出るのもちょっとね。あ、そうだ、手帳に何か書いてあるかな。ちょっと見てみよう。7月から9月までは夏休みって書いてあるね。今は8月1日だから夏休みど真ん中なんだね。ねえ、大学行ってみよっか。何か分かることあるかもしれないし、夏休み中の大学なんてほとんど人いない。トラブルがあったら即撤収ということで。じゃあレッツゴー。君の大学か。道に迷わなくてよかったな。大学までの案内標識がたくさんあって助かったね。まあ現実問題、大学への行き帰りしか道が分かんないけど。てかさ、ずっと気になってたんだけど、今って8月だよね。真夏にしては涼しすぎない？これじゃあ秋の初めくらいの気温じゃないの？道行く人もみんな長袖着てたし、異常気象ってやつなのかな。ともかく大学に着いたけど、どう？何か思い出した？いくらなんでもそれは無理か。校門で何か強烈な出来事があったら思い出すトリガーになるだろうけど、門の上でフラメンコ踊ったとか、強烈なラブシーン繰り広げたとか、そんなインパクト勝負な出来事がさ、そんな人嫌だけど。じゃあとりあえず中に入ってみよう。友達とかに出会ったら適当にごまかして情報を。久しぶりだね。え？誰？このと、君の知り合い？ん？ねえ、ねえってば。どうしたの？変だよ。あ、何か思い出した？そんなわけないか。君が断片的にせよ、何か思い出したら僕にだって影響あるはずだし。どうしたの？ぼーっとして。もしかして君、俺のことを知らない？ちょ、なんでそんなバカ正直に言っちゃうのさ。え、そうか、君は俺のことを知らないのか。ここでは出会ってないのかな。いや、そんなはずはないんだけど、忘れられてるとか。え、どういうこと？俺が君に会ったのは確か、あ、いい、ごめん、ちょっと俺も混乱してるみたいだ。でもまた君に会えて嬉しいよ。うん、こうして君に会えて本当。もしかしてずっと昔に会ってそれっきりの知り合いとか、そういう相手なのかな。何もこんな状況の時にそんな人に再会しなくてもいいと思うんだけど。君は大学に行くところみたいだね。でもやめておいた方がいい。今日君は大学に足を踏み入れてはならない。え？今日だけは絶対にダメだ。それと8月25日もね。できることなら
8月いっぱいは大学に来ない方がいいよ。いきなり変なこと言われておかしなやつだと思うだろうけど、でもどうか信じてほしい。俺の言ったことを信じて、できれば言う通りにしてくれないか。よかった、ありがとう。それじゃあまた、くれぐれも身の回りには気をつけて。行っちゃった。何あいつ、結局何が言いたかったわけ？どうせなら出会いから今までとか二人の関係とか君の近況とかいろいろ喋ってくれたらよかったのに。情報を得たような得ないような、まあいいや。この後どうしよっか。門の前で立ち止まられると邪魔なのだが。うわ、いきなり知人二人目。今日から校内で工事が始まる。中に用なら急いだ方がいい。あっさり行っちゃったね。今の誰だろう。面倒にならなくてよかったけど、名前くらい名乗ってっての。ちょっと待ってくださいってば。またも新手が。あれ、なんだ、来てたんだ。てっきり今日もシフト入ってるかと思ってたよ。あんた真面目にバイトしてるしさ。あ、ごめん、急ぐからまた後でね。高いメガネがケントで、もって女の子がサワで、いいのかな。ケントとサワって君の携帯にもメアド入ってたよね。それにしても君バイトしてるんだね。一体何のバイトだろう。それからあの電波っぽい男に妙なこと言われたけど、どうする。大学の中入ってみる。そうだね、その方がいいかな。あの男の言葉の意味はよくわかんないけど、触らぬ神にたたりなしだしさ。どうしても大学に行かなきゃいけないわけじゃないから、今日はやめておこっか。というわけで、本日ゲットした情報閲覧コーナーって毎回やんないよ、そんな余力ないし。でね、今日分かったのは、君の携帯の沢ってこと、ケントが誰かってこと。あの二人、大学の友達だったんだね。友達か知り合いレベルかはまだ分かんないけどさ。でもケントって結構年上に見えるけど、友達なのかな。それから、あの変な電波男。あれについては名前も分かんなかったな。そもそも知り合いかどうかも怪しい感じ。忘れられてるかもみたいなこと言ってたよね。ってことは一度は会ってるんだよね。昔ちょっと会っただけで、最近は全く付き合いがない間柄か。考えてみたらそれってすっごく都合がいいかもしれない。だってあの男、君の近況とか最近の君がどんな風だったか知らないわけでしょ。でも普通に話をする程度には顔見知りだったわけだ。ってことは君が以前と違ってもそう不自然には思わないよね。うん。ただあの電波発言がな。あいつ占い好きとか風水に凝ってるとかそういうのかな。職業占い師ですって言われてもおかしくない外見だったしね。いや変か。まあそれはともかく、
あいつの素性が分かって問題ない人間ってことになれば、一番話しやすい相手になるかもだ。というわけで、あの電波男の大調査大会、君の手帳や携帯のメアドからあいつの情報がないかちょっと真面目に探してみよう。あとは手紙とか、あれば日記とか、文通相手とか交換日記仲間とかかもしんないしね。では本日2度目の家宅捜索開始。どうして君の家はこんなに物が少ないのさ。情報なさすぎ、使えない、ほんと使えない。相関図とか壁に貼っといてよ。あとは各人物の好感度とか略歴とか趣味とか特技とか決め台詞とか。ねえ、君はどう思う？あの男を信用できそう？そっか、そんなに人を信じやすくてどうすんのってツッコミ入れたいとこだけど、そういう直感的な感性も重要かもしんないね。家宅捜索に夢中になっていつの間にか夜になっちゃってたね。今日はここまでかな。また明日よろしくね。一緒に行こうよ。ミネも一緒に行くってさ。都合悪かったら連絡ちょうだい。9時くらいに着くからね。じゃ、9時って今何時？8時57分？サワとミネだっけ。とにかく2人が来るみたいだから急いで支度しよう。口ぶりからバイトのことだと思うけど、行くか行かないかの選択は保留っていうか不要。どっちみちいずれ行かなきゃいけなくなるだろうし、だったら今日行っちゃった方がいいと思う。とにかく急げ。ジャスト30秒前、完了。いやー、やるね君。寝起きで2分30秒で出かける支度できるってすごい才能だと思う。あ、でもどうしよう。バイトって何か持っていくものとかあるのかな。来た。いや、なんか足りなかったら忘れましたってことで行こう。おはよう。おはようございます。ふーん、この子がミネちゃんか。ちょっと年下かな。バイト仲間とか普通の友達っぽいからあんまり気を使わなくていいと思うけど、不用意な発言は慎んでね。返信とかなかったけど勝手に来ちゃったよ。大丈夫だった？てか、もしかして寝てた？3分前って本当に？ギリギリすぎでしょ。私なんて寝起き30分はぼーっとしないと目が覚めないのに。沢先輩、低血圧なんですね。っていうか沢先輩は急に電話しすぎです。いきなり一緒に行こうとか言うからびっくりしたし。ええー、
まには女の子ずで仲良く出勤しようよ。沢先輩、単に今日は店長が怖いだけでしょ。そんなことないし。嘘。昨日キリマンジャロ頼んだお客さんに先輩が間違えてブレンド出したの知ってるもん。それ店長に言ってないよね。言ってないですけど知ってるっぽいですよ。ほら店長はああいう人だから。へえ、汚ない。もう今日は全員でバイト休もう。そうしよう。付き合ってらんない。もういいから行きましょう先輩。ああこの白状者。個人主義が広がりつつある若者世代に私は断固抗議する。女の子たちの会話って3人以上いれば誰か1人黙ってても勝手に進んでくんだね。楽でいいけどさ。ほら、ミネに置いてかれるよ、この無軌道な若者め。無軌道なのはむしろサム先輩でしょ。まずい、本当に置いてかれちゃうよ。行こう。この店の名前、メイドの羊って何屋さんなのかいまいち分かんないけど、これって喫茶店だよね。でもって、はぁ、鬱だ。ミネ、なんとかして全身全霊で私を慰めて。知りません。勝手に落ち込んで勝手に立ち直ってください。君たちのこの服装から察するに、察しにくいけど、とにかくウェイトレスさんだと思われる。それでさ。おはよう、3人とも。今日は誰も遅刻しなかったんだな。そりゃ月1の朝礼で遅刻するやつはいないだろ、あの店長だし。先月の定例懲戒では沢が10分遅刻したな。懲戒が危うく懲罰会議になるところだったね。それはそれで面白そうだったけど。どれが誰なの？そりゃ情報ゲットのために来たけど、そのために行動してるけど、登場人物多すぎ、半分名前わかんないよ。初バイトで意味不明だってのに、どうすりゃいいのさこれ。とにかく全員の会話をおとなしく聞いて、不自然な行動を取らないようにだけ気をつけて。っていうかお前なんかおとなしいな。どうかした？いきなり来た。そう言われればそうだな。どうした？なんか困りごとでもあるの？普段から口数の少ないタイプだと思うがな。まあおとなしいと言われればそうも見えるか。朝礼の前で緊張してるのかな。ねえ、そうか。俺にはあんまりいつも通りには見えないけど、俺たちに言いにくいこともあるんじゃない？追求するのはやめときなよ。そうそう、余計な詮索は無粋な上に迷惑だよ。一騎さん、俺は別に。おい、店長が来たようだぞ。全員揃っているようですね。大変結構。おはようございます、店長。おはよう、トーマくん。あ、あいつはトーマか。で、こっちが店長と。点呼でもしてくんないかな。皆さん、おはようございます。今日は毎月の定例懲戒です。まず、先月の報告から始めましょう。
売上は先々月より 9% アップ。これは夏休みに入ったことが理由になると思います。それから廃棄率が 1% ダウン、お客様単価も上がっていますね。これはありがたいことです。厨房組の2人、ケント君、シン君、新商品のティラミスとあんこう鍋が美味しかったとご意見をいただいています。普段の努力の賜物ですね。ティラミスとあんこう鍋、何出してんのこの店。あ、いや、その前に、そうか、あいつシンっていうのか。メモしなきゃね、メモメモ。それからウェイターの一輝くん、若い女性のお客さんから一輝くんの個人情報開示の要求が増えていますが、どうしますか。どうもこうも、それは非公開でお願いします。店に迷惑をかけてすみません。確かに一輝くん目当てのお客様は少々騒がしいなどのマイナス面もありますが、おかげでお客様が増えているのも事実ですし、何より店が華やかになります。総合的にプラス面の方が多いと私は考えていますので、どうぞ今後も変わりなくお願いします。それからトーマ君、丁寧な給仕でお若い方からご年配の方までまんべんなく評判がいいですよ。ありがとうございます。先日もお子様がジュースをこぼした時にタオルを差し出し迅速に床掃除をしたとか、一緒にいたミネさんもとても感じの良い対応をしたようですね。私はそんな、服を濡らしてしまったお子様にすぐに着替えを差し出したと聞きました。昨日その洋服を返しお客様が当店にいらっしゃいましたよ。菓子折りもいただいてます。私、小さい弟がいるんですけど、その子がしょっちゅう外で服を汚すんです。だから弟と遊ぶときは必ず着替えを持ち歩くようにしてるんです。その服がカバンに入れっぱなしだったからちょうどいいかな。お子様に貸して差し上げたとそのお母様から伺いましたが、とても助かったとのことです。最近寒いですからね、濡れたままでは風邪をひいてしまいますし、ミネさんはとても良いことをしました。後でお菓子と着替えを受け取りに来てくださいね。以上、最近特にお客様から良い評価をいただくことが増えている。これもアルバイトの皆さんの向上心と努力の結果でしょう。店長としてお礼を言います。へえ、優しそうだし感じのいい店長さんだね。一人一人いいところを挙げて褒めるなんてさ、こういう店長さんだったら下の人も働くのが楽しい。ただ昨日一つミスがあったようです。沢さん、身に覚えがありますね。キリマンジャロとブレンドを間違えて出したとか、さらに言えば一杯あたりの豆のグラム計量もミスがありました。グラムまで？一杯あたり8グラム前後と伝えていたはずですが、あなたが入れた分量は 6.9 グラムです。ちょ、6.9 グラムって、っていうかどうやって気づいたの？すみません。ちょっとその、ぼーっとしてて。カフェを名乗るからには、コーヒー、紅茶の味は命です。今後、このような間違いがありましたら、殺しますよ。殺しますよ？ごめんなさい、私痛くないので頑張ります。では今日の朝礼は以上です。今日一日は全員参加で、人員は適宜割り振って作業してください。あー、思ったよりいい人じゃないかもしんない。怖かった。
サワは細かい作業が苦手だね。この間も同じようなミスをしてたしさ。細かい作業苦手ならこのバイト向いてないんじゃないの？バイト自体は楽しいの。バイト自体は。しかし人には向き不向きがある。ある程度で見切りをつけることも重要だと思うがな。まあまあ、そうきついことばかり言わずにさ。みんな女の子には優しくね。君はまんべんなく優しすぎるぞ、一休。世間的には君のような男をタチが悪いというのだが、知っているか？そんなことないです。むしろそっけないくらいだと思います。フォローありがとう、ミネちゃん。でもそれはフォローかな。まんべんなく優しいってことは、特に誰にも興味がないってことだろう。その方が害がなくていいと思うよ。それより戦力配分はどうする？ミスが怖いんだったら、今日はサワちゃんは中じゃなくて外掃除でもしたら？追い出すってことですか？違うよ。そっちの方が気楽だろうし、可愛い女の子が外にいた方がお客さん入るからね。彼女と一緒にさ。うわ、どうしよう。また話振られちゃったよ。すごく細かい規定がありそうなウェイトレスより掃除の方が楽そうではあるけど、君はどう思う？あれ、君も仲がいい？じゃあミネちゃんは？私はミネは一輝先輩のそばにいたいんだよね。ファンだから。そうですけど。ああ、そうなんだ。その気持ちはともかく、困ったな。いいよ、行こう。二人で外でサボろう。そういうことを宣言するから叱られるんだと思うよ。では一同解散。なんであなたが仕切ってるんですか？じゃあはい、これほうきね。ゴミ袋は、はあ、後でいいか。それにしてもさっきの朝礼は怖かったな。みんな完璧すぎるよ。ミスの一つや二つしようよ。こっちはマニュアル頭に入れるだけで精一杯なのにさ。マニュアル？そんなものがあるの？それ個人持ちなのかな？あると助かるよね。バイトのことを全然わかんないし。どう聞けばいいだろう。え？どこってあそこでしょ？カウンターの下。場所を変えてないと思うよ。読み直しでもするの？私もしようかな。うん、今日はコピーして持って帰ろう。コピーか。そっか、コピーを持って帰ればいいんだ。しかし、今日は涼しいね。あんたのご両親がいるの北の方だっけ？転勤ってあと3年だっけ？あんたが高校卒業直後に引っ越していったもんね。転勤？そっか、それで君は一人暮らしなんだ。私、てっきりおじさんだけ単身赴任するかと思ってたよ。仲がいいご両親なんだね。お掃除中失礼します。はい、何でしょう？いえ、さっきの朝礼で一つだけ言い忘れていましたので。あなたの真面目な勤務態度が良いと主に男性のお客様から褒められています。主に男性って？あなたの個人情報を欲しがる方や店内ストーキング活動を行おうとする方も稀にいますが。やっぱいるんだ。全員
メイドの羊男性スタッフにより排除されていますので安心してくださいね。それ一番信用ならないの男性スタッフの方じゃないの？最悪私がこの手でしますので、どうぞ今まで通り好感を抱かれる接客をしてください。今の無言の部分って何？それから沢さん。はい。先ほどは叱責してしまいましたが、少々言葉が過ぎました。あなたの元気の良い接客も当店の評判の良さにつながっています。頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。では失礼します。あ、すみません、その前に申し訳ないのですが、店外清掃の後は厨房の清掃をお願いできますか？水道管の調子が悪いようで、水がどこからか染みてきているのです。よろしくお願いします。では。ああ、びっくりした。フォローに来てくれたのは嬉しかったけど、どうして店長は足音しないんだろう。前に理由をシンが聞いたら軍の暗殺部隊にいたからとか言ってたけど、マジかな。暗殺部隊ですと？早く掃除しなきゃ、厨房も水浸しなんだもんね。急が。ちょ、今のもっと詳しく聞いても仕方ないか。嘘ならいいけど、事実だったら困るよね。掃除ばかりの一日でした。でも忙しかったおかげで大したトラブルなく終わったからいいけどさ。あと、あのメンツの名前も分かったし。君の携帯に入ってたのってバイト仲間からのメールだったんだ。とすると残る正体不明の一人はリカか。何者だろうこの子。大学の友達かな。名前からしてほぼ女の子確定だよね。そのうち会うかな。メアドの男性メンバーが出揃ったけど、昨日の電波男はこの中にはいなかったね。あいつは相変わらず正体も名前も分かんないままか。まあいっか。バイトの人たちは記憶喪失のこと話しても良さそうな気がするけど、まだそれには早いかな。全員親しいってことは逆に誰を信じていいか決めにくいってことだからね。また明日もバイトが入ってるし、もうちょっと様子見しよう。今日もお疲れ様でした。